東山海ひとみ館は、京都府京都市東山区六原浦門通り東いる多門町にある公立義務教育学校である。京都市立義務教育学校条例による学校名は、京都市立平家み小中学校である。京都市街の中心地に位置する義務教育学校。2011年4月に9年間の一館、教育校として設立された。 2018年に義務教育学校に移行した。敷地は楽東中学校の跡地。校名は地域や保護者、児童、生徒から公募し決定された。2011年、京都市立楽東中学校と京都市立八坂中学校との統合に創立された京都市立平木瞳中学校と京都市立白川小学校4月京都市立は渡た。 小学校、京都市立ゆうずみ小学校との統合により、創立、京都市立新道小学校、京都市立六原小学校、京都市立清水小学校、京都市立東山小学校4月京都市立修道、小学校、京都市立定教小学校との統合により、創立の5校の、統合により創立された京都市立平家、瞳小学校との小中一貫校として、 東山会海、瞳館が創立された。2018年4月、京都市立平家瞳小学校と京都市立平家瞳中学校が統合し、京都市立平家瞳小中学校として、義務教育学校に移行した。福岡隆一郎。スクールウォーズの不良が全うした教師の道、救われた。朝日新聞。2021年7月13日閲覧。 山本聖吾さんイコール元不良から教諭に定年後もラグビー指導。毎日新聞。2021年7月13日閲覧。ありがとうございます。